待合室は、病院や鉄道駅、バスターミナル等の建物の中で時間が来るのを待つための場所である。これ自身が建物となっている場合は、待合所ともいい、また単に待合とも言う。待合室を示すサイン通常は、多数の椅子が設置されているため座って待つことができるが、立って待っていられるようにも設計されていることが多い。自動販売機の設置。 あるいは比較的大型の待合室であれば、売店なども併設されることもあるため、新聞、雑誌を購入したり軽食を取ることも可能である。中には個室を提供しているところもあり、別料金を支払って利用できる。鉄道駅の場合、都市近郊の待合室には周りに囲いがしてあり、冷暖房完備のところがほとんどである。そのため、夏季や冬季に利用率が高い。一方、 地方の待合室は駅舎に併設されていて、扉がないものが多く、ただ座ることを目的とした待合室が一般的である。駅などの待合室においては、夜間を通して複数の席をベッド代わりに利用することを阻止するための何らかの措置が施されている場合もある。中には、京浜急行電鉄や近畿日本鉄道のように一時的に駅に留置している。 鉄道車両を終夜運転の際に臨時の待合室として使用した例もある。通常、空港には出発ゲートの前にゲートラウンジと呼ばれる待合室が存在する。搭乗時刻が近づくにつれ、ゲートラウンジには搭乗を待つ乗客が集まってくる。大規模な空港では搭乗時刻直前には多数の人が一堂に会するため、比較的広めの空間が確保されている。また、 これとは別に主要な空港には空港運営会社や航空会社、クレジットカード会社等の運営する空港ラウンジがあり一部の乗客が利用することができる。ありがとうございます。